j フロントリテイリング大丸松坂屋百貨店、松坂屋松坂屋トヨタ店松坂屋トヨタ店2階と接続するペデストリアンデッキ1階の食品、旬・戦士場、松坂屋トヨタ店は、かつて愛知県豊田市に所在した百貨店である。株式会社大丸松坂屋百貨店が松坂屋の屋号で運営する店舗の一つで日本百貨店協会加盟店であった。 全市についてはトヨタ祖合の項目を参照。名鉄三河線、トヨタ線とヨタ市駅と愛知環状鉄道、愛知環状鉄道線新トヨタ駅を結ぶペデストリアンデッキ中央部にある。ペデストリアンデッキのある2階がメインの入り口となっているため、百貨店の顔である化粧品売り場などは2階で、1階がデパ地下にあたる食品売り場になっている。トヨタ市駅。 西口市街地再開発ビルの A 館1から6階に入居しており、売り場面積は18,220平方メートル。旧トヨタ祖合に比べ売り場を圧縮したが、当初見込みの年商200億を大きく下回り、赤字経営が続いていた。大丸との経営統合後に、名古屋店の分店として、経営合理化を図り、黒字経営に転換した。年月期決算では、 同店と静岡店のみが増収。同決算で売上高は100億円。これは松坂屋8店舗中7番目。2階にあるスターバックスはペデストリアンデッキからも入店できる。2020年4月2日、J フロントリテーリングは2021年9月30日の同店閉店を発表した。インターネットショッピングなどの普及に加え、 競争の激化で収益が悪化しているためだという、車社会なのに駐車場が不便なのが欠点である。結果として、この建物は祖合に続いて、デパートとしての2回目の閉店を経験することとなった。なお、愛知県三河地域では、この国百貨店が2020年3月15日に、西部岡崎店が同年8月31日にそれぞれ閉店していて、 同店の閉店で、三河地域から百貨店が消滅した。跡地は、入居していた T フェイスが増床し、複数のテマントを誘致した結果2022年に、名古屋三越豊田店、丸善豊田店、GU 豊田駅前店が出店予定。ありがとうございます。